はい、こんにちは、すなすけです。今回はですね、大きな公園にやってきました。なぜ大きな公園に来たかって言いますと、今日はね、私前に自分で作った MG のザクを連れてきました。ザク2ですね。で、そのザク2はですね、塗装もしたものです。あ、その子をこの公園で、かっこいい、その子で、この公園でそのザクのかっこいい写真を撮りたいということで来ました。奇跡の一枚撮りたいですね。撮れるかな。あの、外でね、あんまり撮ったことないので、今日はちょっといろいろ頑張りながら写真撮っていきたいと思います。いやーね、こうどういうとこで撮ったらいいかな。地面とかで撮ったら絶対かっこいいの撮れそうな気がする。いや、きっとね、外でね、撮ってみるとまた違ったね、表情が見えたりなんかしちゃって、絶対ね、わーかっけーってなるんですよ。光のね、具合も違いますしね、外と家ではね。さあ、今もうこの周りのさ、枯れ葉めっちゃ落ちてるでしょ。この周り、この辺とかどうかな。この地面ありじゃないかな。どうなんだろう。とりあえずね、やったことなくてわかんないから、いろいろ撮ってみよう。そうしよう。このね、葉っぱの上で撮ってみようかなって思ったんですけど、めっちゃカラス鳴いてる、めっちゃカラス鳴いてる。なんだなんだ。葉っぱと並べるとね、スケール感がね、おかしくなって、どうなのかな、違和感でやっぱ出るんかなと思って、やってみようかな一回。はい、こちら今回連れてきたザクくんですね。かっこいいでしょ。さて、今この私の横にある木の根元で一回撮ってみようかなって思います。いい具合に撮れるかな。かっこいいでしょ。お、この感じええんじゃね。もうちょっとこうした方がいい。いや、でもいいかな、いい感じに見えるぞ。これ下から煽ったらいい感じかもしれないぞ。結構いいの撮れた。嬉しい。やった。さあ、ザクくん。よいしょ。次のかっこいいポイントに行きましょう。ザク。頑張ろう。なんか、石の上とかどうかな？石というか岩？岩の上とかどうなのかな？結構いいポイントが探せばありそうな気がするんだけど。ザクくん、どうすかね？はい、次は砂の上で撮ってみようと思います。いい感じになるかな。でもさっきのね、木の根元で撮った写真、思った以上に良くてびっくりしました。砂の上で撮っても絶対かっこいいですよね。ザクに合うでしょうね。よいしょ、じゃあ撮ってみます。いや、思った通り砂の上ありだね。やっぱり似合うな。なんかちょっとジオラマっぽくていいですね。かっこいい。下から煽った感じとか好きだな。上から見てもかっこいいし、うーわー、惚れ惚れする。やばいよこれ。思ってた通りめっちゃ楽しいし、しかも新しい表情の発見があります。最高だ。実際の日の光に当たってるガンプラ、かっこいいね。めっちゃかっこいいね。いろんなとこへ撮りたくなってる今。なんか可愛い写真とかも撮ってみたいし、お花と撮ってるとか、なんか水の近くとか、なんか岩とか、もう木とか、もういろいろ、いろいろ撮りたい。もう草むらとかね。やばいぞ。これハマるぞ。楽しい。やばいぞ。次行こう。次の撮りに行こう。これとかどうかな？こういう感じ。やっぱ草にね、隠れてるような感じ。隠れてこう狙い撃つようなね、感じ。どうかな？めっちゃこれも、これめっちゃいいと思ってる、自分的に。色もさ、ほら合ってるじゃない、周りの緑と同化してるみたいな。いいやん。こう下からこう見てもかっこいい。めっちゃかっこいいぞ。水を発見したが、ちょっと汚いかな。これはちょっと取りにくいかな。普段ね、ここね、水溜まってるんですけど、今はね、干上がっちゃって、少ししか水がないですね。他にもね、でもここだと結構いろいろ取れそうな気がする。ここいろんな形の岩があって、取ったら面白いかも。なんか普段見慣れてるものでも見え方が変わってくるな。なんか面白い。深いな。いい、いい。めっちゃいい。いいよ、いいよ。君いいよ。か
こいいよ。惚れ惚れします。自分で作っといて言うのもなんだが惚れ惚れします。ちょっと親バカみたいな気持ちになってきた。君どっから見てもかっこいいね、いいね。なんか親バカな感じになってきたな。どこ見てもかっこいいみたいな。はい、思った以上に撮影がうまく進んでおります。もうめっちゃかっこいいのいっぱい撮れてて、もうテンション上がりっぱなしです。さっきからあー嬉しい。次はねどんなん撮ろうかな。気になるポイントがさ、いろんなところをね意識しだすと、あそこで撮ったらいいのかな、あそこも面白そうだなっていう気になるポイントが出てきすぎて、逆にね今ね初めに砂の上で撮ってみたらどうかなとか考えてたのが、もうあっちも撮りたいあっちも撮りたいっていう感じになってきてます。いや楽しいな、やっぱこういうのって奥が深いですね。さあ次どこ撮ろうかな、ちょっと悩むな。いろいろ撮ってみますね。こことかいいんじゃね。ちょっと割れた石と謎の建造物的な感じどうですか。ほらこんな感じ、ええやん、これいいな、いいとこ見つけたな。よしじゃあこれで撮ってみよう。はい、なんとかいいのいっぱい撮れた。かっこいいのいっぱい撮れました。めっちゃ嬉しい。じゃあねあとね1枚私どうしても撮りたい写真があるので、それを撮って帰りましょう。今日はねめちゃくちゃ暑い日なので、もう汗が止まらないですね。さっきからもうザク君のすっごいかっこいいお姿をたくさん写真に収めれてもう嬉しいです。私はもうそれがとにかく嬉しすぎて汗なんかどうでもいいね。うん、さて最後これっていうのを撮りましょう。私がただ撮りたいだけなんだけど、うん、かっこいい写真ねいっぱいあって、もうやばい満足嬉しい。可愛いかなと思ってお花と撮ってみたら案外めっちゃかっこよく写りました。かっこいいですね、いいですね。はい、ということでお家に帰ってきました。めっちゃ楽しかった。撮影楽しかったけどやっぱり暑すぎた。あの水分補給大事だね。でね、かっこいい写真ねいっぱい撮れてもう大満足ですね。私今回ねあのカメラはスマホのカメラで撮りました。もうスマホ1台でね気軽にあんなかっこいい写真が撮れるなんて最高ですね。私が今回いろんな写真撮った中で一番気に入った写真はですねこの写真です。この写真いいですね。なんか背景に青い空が映ってるのもポイント高いのかなって自分で思ってます。すごいね凛々しくて勇ましくてかっこいい写真になったのではないかと思います。あとね私何気にお花とね最後にお花と撮った写真これ結構いいなと思ってます。意外にちょっと可愛い感じで撮りたかったんだけどあれかっこいいなってなりました。いやよかったよかった、かっこいい写真がね撮れたことはとてもいいことなので嬉しいです。周りに紫があるのがいいのかな、何なんだろう。はい、ということで今回は、前にね作ったザク君を連れ出して外でかっこいい写真をたくさん撮ってきました。めちゃくちゃ楽しかったです。私本当にね初めてですね外でこういう撮影したの。だから本当ワクワクドキドキしました。いやー最高だったな。皆さんもぜひね暑さに気をつけてお外でねちょっと臨場感あふれるかっこいい写真を撮ってみてはいかがですか。ということで今回はこの辺で終わらせていただこうと思います。じゃあねー、またねー。